ゆっくり武将紹介始めていくよ。今回はどんな武将を紹介していくんだ？今回紹介する武将はリクエストにあった滝川和正だよ。滝川和正は、戦において進むも滝川、引くも滝川、と称された、織田信長の家臣だった人物だよ。すごい武将だったんだな。甲賀出身という説があることから、和正は忍者であったという説もあるよ。それなら、手裏剣飛ばすのとかうまかったんじゃないのか。和正が得意なのは、鉄砲だったよ。とりあえず、和正の生涯を紹介していくよ。滝川和正は1525年、滝川佐清の子として生まれたと言われるよ。けれど、織田信長に仕えるまでの半生は詳しくわかってないよ。信長に仕えるようになった時期は不明だが親族である持徳院が、1555年から1558年に織田信忠の乳母であったことから、この頃には信長の家臣であったようだよ。1560年には、北畠氏や関氏に備えるために、北伊勢の桑名の地を得ることを進言したよ。まずは、長島城主、服部友貞の資金によって蟹江城を再構築し、友貞を追放して蟹江城主になるよ。なかなかの策士だな。1567年と1568年の2度にわたる伊勢攻略では先鋒として活躍し、伊勢国最大勢力の当主である北畠友憲の弟、小作友政を調略し、織田方に寝返らせたよ。織田と北畠が和睦した後、和正は、あの津、渋み、小作の三条の守備を任されたよ。1570年には長島一向一揆が放棄して和正は桑名城にこもり防衛に備えたよ。その後は、織田家にとって重要な場所である尾張や伊勢の守備をしつつ、各地を転戦するよ。なかなか重要な役割を任されていたんだな。1573年には一条谷城の戦いに参戦。1574年の三度目にあたる長島一向一揆鎮圧に際しては久喜義高と共に水軍を率い、海上から射撃を行うなどして織田軍を援護したよ。また、和正は、久喜義高が織田信長に仕官する際に仲介しているよ。1578年の第二次木津川口の戦いでは、久喜義高と共に鉄鋼船と呼ばれる、大砲を積んだ船を用いて毛利軍を破っているよ。いいコンビだな。1579年11月まで続いた有岡城の戦いでは、敵の武将を寝返らせたりして、有岡城の守備を崩壊させる活躍を見せているよ。1580年には、関東州、特に北条氏政の申し継ぎを行っているよ。合戦だけではなく、外交でも活躍しているんだな。1582年の甲州征伐では、川尻秀隆と共に軍艦となり、信長の嫡男であり総大将の信忠を補佐しているよ。和正は武田勝頼を追い詰め、天目山の麓で自害に追い込むという功績を挙げているよ。この功績により、和正は、神津家一国と信濃小佐方軍、佐久軍を与えられ、関東を取り次ぎ役、を命じられているよ。しかし和正は、領地よりも、受講こなす、という茶器を所望したよ。茶碗より領地の方が絶対いいと思うんだが、織田信長の茶器のブランド化と関東という中央から遠いところに行きたくないという気持ちが茶器を所望させたらしいよ。その後、和正は馬屋橋城に入り、黒人衆に対して今までの領地を保証することを申し渡したよ。また、和正は、北条氏政や佐竹義重らだけではなく、伊達てる宗や足名森高らと連絡を取っており東国での取り次ぎも行っていたよ。このまま行くと、和正は、東国に大きな領地を持つ大名になるんだろうな。期待を裏切るようだけど、ここから和正には不運が続くよ。1582年6月2日の本能寺の変により信長が応死すると、北条氏政が6月11日付の書状において本能寺の情報を得たことを伝え、引き続き協力関係を継続することを和正に伝えたよ。しかし、氏政は6月12日に両国に動員をかけており、北条氏の上の進行は確定していたよ。手のひらくるくるやめろ。信長の仇である明智光秀と一戦交えるために、一刻も早く本拠地の伊勢に戻りたい和正であったが、藤田信義や北条氏に邪魔されるよ。沼田城に攻めてきた藤田信義は無事鎮圧できたよ。
北条氏は上州倉賀野に6万近い大軍で攻めてきたよ。数正は2万近い軍勢で対抗し、初戦は滝川勢が勝利したが、結局北条氏が勝利し、滝川軍は500人ほどが討ち死にしたよ。数正は馬屋橋城に退却し、戦死者の供養を行ったよ。20日には、数正は、上州州の人質であった北条高弘の次男などを解放し、夜には上州州と別れの酒宴を開いたよ。深夜には箕輪城から旅立ち、薄い峠を越え、6月21日に小諸城に入ったよ。数正は自身の本拠である伊勢に退去するつもりだったけど、木曽義政が数正の通行を拒否してきたよ。数正は、作軍、小佐方軍の人質を信条しよう、と持ちかけ義政はこれを了承したよ。数正は、6月27日に小諸城を与田信繁に引き渡し、6月28日に義政の居城、福島城で人質を渡し、ようやく美濃国に入ることができたよ。数正は、清須にて三法師に挨拶した後、7月1日に伊勢に帰ったというよ。無事に帰ってこれてよかったぜ。まだ不運は続くよ。数正は、6月27日に行われた清須会議に参加できなかったよ。織田家の後継者問題や領地の再分配についての話し合いの場だったんだけれど、数正は参加できなくて織田家においての地位が急落するよ。その後、三法師を擁立した羽柴秀吉と織田信長の三男、信孝を後援する柴田勝家が対立すると、数正は勝家側についたよ。数正は、北伊勢諸城を攻略し、攻め寄せた秀吉方の大軍7万近くを相手に3月まで粘り、柴田勝家が南進後も織田信夫らの兵2万を長島城に釘付けにしたよ。しかし、勝家が静ヶ岳の戦いで敗れ自害し、信孝も自害すると数正は孤立するよ。数正は、長島城で籠城して2ヶ月孤軍奮闘したけれど、降伏したよ。これにより数正は所領をすべて没収され、京都明神寺で停発し、丹羽長秀を頼り越前にて蟄居したよ。結構活躍してたのにこの結末は悲しいな。1584年には、織田信夫が徳川家康と共に反秀吉の兵を挙げたよ。数正は秀吉に隠居から呼び戻され、今回は秀吉方になったよ。隠居したのに呼び出されて大変だな。数正は久喜義高や前田長貞を協約し、いくつかの城を占拠する活躍を見せたよ。しかし、占拠した城を奪い返され数正がこもる蟹江城も包囲されてしまうよ。数正は半月以上粘ったけれど力尽き開城したよ。そして、数正は命からがら伊勢に逃れたよ。しかし、以前からの約定通り秀吉から数正の次男、数時に1万2000石を与えられ、数正自身にも3000石を与えられたが、嫡男の数忠は敗戦の責任を取らされ追放されるよ。以降は、秀吉の東国外交を担っているよ。そして、1586年9月9日に死去。享年は62と言われるよ。本能寺の変が起こる前までは、かなり活躍していたが起こった後は負けて逃走することが多いな。討ち死にしたりしなかったから、進むも引くも滝川、と呼ばれた通り、撤退もうまかったんだろうな。なるほどな。簡単にまとめると、滝川一正は戦上手で外交や調略でも活躍したが、本能寺の変以降は不運なことが続いた武将だったんだな。簡単にまとめると、そんな感じだな。これで紹介を終わりにするよ。コメントで感想をくれると嬉しいよ。